1> 第121時 IOC 総会の様子。シカゴの最終プレゼンテーションにはバラク・オバマ大統領とミシェル・オバマ夫人も登壇した。第121時 IOC 総会は2009年10月1日から10月9日までコッペンハーゲンにあるベラセンターで開かれた国際オリンピック委員会総会である。この総会では2016年夏季オリンピックの 開催地を決める投票やオリンピック実施協議の追加が行われた。また、総会と並行して約10年に一度開かれるオリンピックコングレスも開催され、世界のスポーツ関係団体や国際機関、各国政府などを招いて、オリンピックの将来構想などが話し合われた。第118次 IOC 総会において、コッペンハーゲンが第121次 IOC 総会及び理事会第13回オリンピックコングレスの開催地に選ばれた。他の候補都市はアテネ、フザン、カイロ、リガ、シンガポール、台北だった。2016年夏季オリンピックにはプラハバー、東京、マドリードドーハシカゴリオデジャネイロの7都市が立候補。したが2008年の IOC 理事会でシカゴ、東京、 リオデジャネイロ・マドリードの4都市に絞られた。2009年10月2日、2016年夏季オリンピックの開催地を決める投票が行われ、当初有力候補と目されていたシカゴが最初に落選2回目の投票で東京も落選し、最終投票でマドリードを破ったリオデジャネイロが開催地に決定した。ありがとうございます。